さあここからは昼時インフォメーションのコーナーです。今回は12月にある音楽ライブの話題をお伝えします。今回はゲストの方とオンラインでつながっています。ご紹介しましょう。ボイスの別所秀彦さん、そして別所義彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボイスのお二人は、はいはい、歌手のお二人ということなんですけど、プロフィールをご紹介したいと思います。はい、あんまりそういう紹介のされ方ないと思います。はい、歌手ってあんまり言われないですね。ボーカルデュオとかなんかいろいろね、お二人はですね、はい、北海道の白老町で別所家の四男五男の双子として生まれる、はい、双子なんですね。はい、中学高校時代よりオリジナル楽曲の制作を開始し、同時期にライブ活動も開始。二人の優しさに満ちた楽曲と絶妙なハーモニーが人気を呼び、多数のファンを獲得されます。そして札幌から上京した後、1993年には24時間の神話で大ヒットデビュー。この年の日本有線大賞新人賞、全日本有線放送大賞新人賞を受賞されますということで、今ちょっと流れているのが24時間の神話という曲なんですけど、私この頃1歳だったんですけど、知ってました、この曲。誰かとの、はい、歌えます、24時間の神話。あらららら、だから多分親かお兄ちゃんかが歌ってたのかなっていう、はい、まあ、それぐらいハーモニーはね、ちょっと口ずさみたくなりますよね。うん、皆さんに愛されている曲なんですけど、なんとですね、はい、その人気は国内だけにはとどまらず、ステイという曲、あなたの声が聞きたいという曲があるんですけども、はい、これは香港で CM に起用されるなど、海外でも人気を博し、アジア各国でアーティストの方が現在もこのボイスの皆さんの楽曲をカバーされているということなんです。そして現在も年間100本を超えるライブを全国各地で展開されていらっしゃいます。ということで、今もそのツアー中ということ で、はい、現在どちらにいらっしゃるんですか。今鹿児島の、薩摩仙台市で今日ライブやります。鹿児島からこうやってオンラインで出演できるような時代になったんですね。はい、いやいや、それはもう世界でできるじゃないですか。そうですね。いや、そうですか。もう大活躍のお二人なんですが、ね、うん、そのツアーというのが、はい、ボイス2022年西日本ツアーゼロなんですけども、うん、9年ぶりの待望のフルアルバムゼロをリリースに合わせて行われているんです。はい、なるほど、新しいアルバムが、はいはい、6月、今年の6月にリリースされたばかりということですが、うん、ゼロ、お二人にとってこのアルバムはどのようなものなんでしょうか。もともとはですね、ライブもできなくなり、うん、ずっと酒ばっかり飲んでたんですけど、コロナ禍でね、そんな中で、うん、配信っていう配信リリースという形で毎月新曲出すという形をやらないかというふうにあるプロデューサーに声かけてもらって、それで去年の3月からこう毎月新曲を1曲ずつリリースするという形でやってきたんですけども、それでちょうど10曲集まったところで、でまあ配信というのは苦手という人も結構多いので、万里しようということで6月に、フルアルバムとして出したという形ですね。じゃあ本当もうこのコロナ禍で生まれたアルバムなんですね。そう、もうまさにもうコロナが生んだというか、はい、非常に腹立つことがたくさんありましたけども、でもコロナだからこそ生まれたんだなっていう作品は結構ありますね。このアルバムのタイトルにもなっていますゼロという楽曲はどのような曲なんですか。これはですね、もう本当にそれこそ今言いましたけども、コロナで仕事をなくなった時にコロナに対して、はい、貴様には負けないぞという思いで、書いた歌なんですけども、うん、その3ヶ月後にコロナになったんですけど、完全に負けたんですけど、いや負けてないです、負けてないです、負けてないですもんね、うん、今こうやって元気にね活動してる。そうです、勝ったんです、はい、ゼロって言ったらアルコールをゼロにしようっていうことなんかと思いました。そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない。で他にもこう結構ジャンルの違う曲もこのアルバムの中に収録されてるんですよね。うもうね、本当にその1曲ずつ配信してったっていう形があるので、はい、その自然となんかこう似通らないような形で作っていって、うん、はい、結構
あのバラードもありますけども、はい、ラテン系のノリのいい曲だったり、ジャジーな作品だとか、いろんな本当に今までやってないことにも結構トライしてるところがあって、はい、でこのゼロという言葉にはもう一つ理由があって、はい、ちょっと原点に戻ろうっていう思いと、はい、あの原点に戻るというコーラスワークがすごく僕たちデビューの頃すごく多かったんですけど、はい、そのコーラスを多用する形でやってたのをしばらくちょっとそういう形でやってなかったので、その原点に戻ろうという思いと、もうこの3年間そのコロナ禍で動けなかったところから本当にゼロの出発だなっていう思いと、こう2つの思いでタイトルつけました。お二人にとっても本当にいろんな思いがこもっているアルバム、うん、そしてそのツアーが現在行われているんですね、はい、やっぱこう、はい、CD の音源も素敵ですけど、やっぱ生で聞くと違いますよね、はい、もう生ですよ。あ、何しろ何しろやっぱりあの迫力の、ハーモニーですかね、はい、それが僕たちの売りだったりするので、はい、やっぱり生にできてもらわないとその分かりづらい部分もあるんですよね、やっぱり CD だけだと、うん、ぜひ生で聴いていただきたい、うん、そうですよね、みんな生で聴きたいでしょ、はい、聞きたいでしょ、聞きたいです、ね、今このトークのハーモニーもすごいいいから、そうね、軽快なトークで歌声になるとさらにね、うん、そうなんです、大分の皆さん朗報です。そんな2人のツアーがですね、はい、大分でも開催されます。12月1日に別府で、ね、開催されるということで、はい、どのような内容になってますか、はい、もう本当にアコースティック日本でやる形ではあるんですけども、はい、今も言いましたけど、僕たちのその生のハーモニーのパワーと、あとお笑いっていうことですよね。いやいやいや、それはありますけどお笑いっていうのも喋りも大事です、喋りも大事ですね、はい、でもう本当に皆さんが、まあ、この3年間ライブとかも行けなかった方たちが結構多かったと思うので、はい、なんかこう鬱憤を晴らすというか、そういうような形でね、どっか発散していただければっていう楽しいライブにはしたいですよね、うん、会場でね、みんなで盛り上がるっていうの結構大事ですからね、うん、そうですね、で今回は別府という場所が初めてのライブなんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、今まで鶴崎という場所で歌ってたんですよね、はい、鶴崎 で、 で鶴崎をそのハニービートさんというところで歌わさせていただいてたんですけど、お店がなくなり、はい、それで今回別府でやらないかという話をいただきまして、はい、初めてすごい楽しみにしてます。うわ、初めての別府開催ということで、皆さんぜひチェックしてみてください。はいはい、12月1日の木曜日にご覧の場所で、ご覧の日時で行われます。はい、はい、ぜひ大分のファンの皆さんに向けてメッセージいただけますか。はい、はい、もう本当に僕たち自身も3年間ずっとライブできずにいて、溜まってるものを全部吐き出したいなと思ってますから、逆に本当にお客さんも本当に気軽な形で本当に楽しめるライブにしたいと思いますので、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここまで お話はボイスのお二方でした、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。